しています。
します。有名なピザ屋さんに来ました。開店とお家に入ることができました。後ろで職人さんがピザを作ってくれてます。お父さんはビールをたしみました。ピザはマルガリータを頼みました。カリッとしてとても美味しかったです。インスタで有名なダンボに来ました。地下鉄で移動します。駅のホームで歌ってる人がいます。というところに来ました。ここはレッド・ツェッペリンというバンドで有名なところだそうです。鉄板に乗ってステーキが来ました。それにソースをかけて食べます。柔らかくてとても美味しかったです。
夜はボードウェイというところに来ました。この動画を見て面白いと思っていただけた方は、いいね評価とチャンネル登録。